どうも、アキです。サックスやっていきます。今回は太平楽高校で天才の入部届を使用していきたいと思います。デッキこんな感じです。はい、本当は風薙の枠が神宮寺だと一番いいなとは思うんですが、僕は神宮寺は持ってないのでこのデッキでいきたいと思います。まあ、風薙の方が得意練習率アップの値が高いのと、あとはですね、結構精神ポイントが余ることが多いので、まあ、勝負師っていう金徳は実は悪くないのかなと思います。はい、では早速やっていきましょう。ゴー。いや、緊張するね。はい。いや、センスを引きたい。センス丸を引きたい。いいよ。初手で来てもいいよ。初手で来い。おー、初手は来ない。うん、まあ初期値はいい感じですね。オッケー、では頑張っていきましょう。まあ、まずは新島を追うことでしょう。友達スタンプをね、持ってこれていないので、いつも以上に新島を追ってあげましょう。さあ、ということで、今回そうだな、まあ、センスいければオール C 以上の外野手、引けなければ、まあ、ケースバイケースで、ちょっと代打の選手にするのかとかを考えていきたいですね。太平楽はちょっとバランス型が作りにくいので、オール B 以上にするならセンスないと絶対無理ですし、ちょっと盆栽だと天才だけでは、オール C も厳しくなってくるかなと思います。そう。天才だけだとセンス丸だけの方が、美味しいんですよ。経験点出せる場合はね。はい。ということで、センスついてくれ。まあ、この高校はね、イベントでつく可能性もあるので、なんとか頑張っていきましょう。さあ、まずは新島を追っかけていきましょう。新島来い。いいね。まあ、ここでいいか。これさすがに行きましょう。風薙が何のコツをくれるかで、かなりサクセス変わってきますね。さあ、まあ一応ね、神宮寺をフレンド枠に借りて新島を41使うっていうのも考えたんですけど、それだったらさすがにこっちの方が伸びるなっていうのでこっちにしました。結局やっぱ新島はね、レベル41と50を比べるとさすがにね、かなり経験点そして体力回復量に差が出てくるので、まああとは SR、PSR だとね、初期評価も違うので、そういった点でもあれかなと思いましたね。まあ、ここまで新島まあまあいい感じで終えてるでしょう。まあ、ただ追っても間に合うかどうかは別問題というかね。気まぐれだからね。彼女も。オッケー、ナイス。さあ、センス！あー、来ない。まあでもまだイベントもありますしね。頑張っていきましょう。初期値が、こんな感じに変わりましたっていう感じですね。ちょっと補給1個上げて。よし、3、肩も3上げて。スカウト評価を蹴りましょう。よーし、ただ新島は非常にいいところにいるぞ、ここまで。阿部日はね、時間を抑えしたかったんですけど、まだポイントが足んなかったんで仕方ないですね。まあ打球伸びもあるので大丈夫か。阿部日、もうここでは取りましょう、阿部日はね。よーし、新島 OK。さすがに9月で評価間に合ってるならもうこれはね、告白来てくれるでしょう。こっちが先に来たか。さあ、これは勝ってくれよ。よし、OK。敏将ほぼここでぐらいしか稼げないので。お、いいね。そして雷はチャンス。まあ、打球伸びはまあ、どっちでもいい。直撮りもいけるかもしんないし。って言ったら来るんかい。これは阿部日はほんと直撮りしたかった。少なくともここでは抑えないといけないですね、打球伸びを。ちょっとこれ技術余るな、このままいくと。じゃあこっちは送球骨もらっとくか。で、送球は骨読んで潰す感じにして、守備職人は直撮りして、技術をね、うまくコントロールしましょう。うん、これメンタル練習でも全然いいな。こっち行っとくか。走塁骨来ないと辛いし。さあ、ここだよ。どうしようもないのは、唯一どうしようもないのは、ここの別れ方だけはどうしようもないからね。ふっ！うわ、もう、最悪。最悪。最悪だ、もう。最悪。もう本当に最も悪ですね。最も悪だよ、これが。これはさすがに金徳取れないな。で、一応、モブメイトが何のコツを持ってるか確認しておきますか。
これは最も悪だ。盗塁ナイス。あ、ちょ、待って、大事なのこっちね。何これ、みんなチームプレイ×持ってるの、このチーム。だから弱いのか。みんな自分勝手に、あ、そうでもないか。あんまり強くもないのに自分勝手にするから弱いのかと思いきや、そうでもないし、何もコツ持ってないですね。盗塁ぐらいしか持ってなかった。さあ、告白は間に合ってね。まあまあ、でも、最悪と言ってもね、ここで金徳が取れる。まあ、もしくはここで取れなくても最悪、最後のセクションで取れれば問題ないので。わかんないよ。ここでね、脆いがいっぱい青びっくりくれば、こっちのルートで。全然可能性はあるんでね。信じていきましょう。よーし、今のところ青びっくりいい感じ。あー、それ行きたいですけどね、ちょっと行きたいですけれども。青びっくり優先ですね。これだけ少なければ。で、打撃と。だから、タックと青びっくりが絡んでくれというところですね。やばい。ちょっとミートあげましょう。呪いがもう乾燥しそうなんでね。OK。お、けど、いい感じで青びっくり来て、お、こいつ強いぞ。こいつ見てなかったぞ。こいつ、強いのか。ミート10ってどうしたお前。初期値より低いじゃないか。打撃練習で怪我しすぎだろ、お前。それ。ちゃんとストレッチしてるか。よいしょ。いいですね。対エース誰も持ってないから、これ嬉しいですね。体当たりは取っとくか、もう。あ、待って、チャンスメーカー潰せない。風なぎ。これは風なぎでしょ。こいつ、タイエース持ってたっけ？わかんない。もう潰しましょう。これ、あ、ちょっと待ってくれ！ちょっと待ってくれ！告白来てないじゃないか。あの、9月に、今回多分最短ぐらいの勢いであげたよ。マジか。運ないな。最短ぐらいの速さで上げていったよ、今回は。よし、青骨は結構来てますね。よーし、脆いナイス。頼む、次、告白来て、お願い、告白お願い来て、頼む、告白来て、お願い、頼む、本当に頼む。次のマイベね。もう一個のイベントは起こってるんでね、虹は。頼むマジで頼むだだだだもう。いやー、人生うまくいかないっすね。これだけ追っといても間に合わなければどうしようもないですね。はい、切り替えていきましょう。ただ、青骨はいっぱい起こってますね。おーおーおお、すごい。金徳超早めに取れましたね。回復したかったな。経験点ももちろんそうですが、回復もかなり大きいっすね、これは。青は意外とこつきましたね。これは運が良かった。クリスマス、正月ぼっち。大吉来い、もう。大吉来い。あんまり変わらんけど。せめて大吉来い。小吉かい。小吉かい。あれじゃない？サクセス運が全部ガチャ運に取られてるんじゃないかな、最近。そうだ、間違いない。サクセス運がガチャ運に取られてるの、最近。久しぶりにこの言葉を使いましょう。サクセスは慣れと運。やっていきましょう。お、いいタイミングで回復ですね、ただ。さあ、脆いいっぱい青くつこい、こっからまだまだ。で、タックとあれが絡んでほしい。あー、これはさすがにここが美味しいですね。全員半監督派なので。さすがにこれ美味しいですね。あと筋力ポイント欲しいので、うん。これ入ってくるの大きいですね。片目打ちはいらなかった。
さあ、ただ告白早めにそろそろ来てくれないとデートを終わらせられないので、それは頼みますよ。おー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 おお、ここかここか。これは冷静に考えて、こっちか、こっちだな。すごいすごいすごい、引っこ抜きまくったから、もう練習がこんなのばっかりだ多分。次メンタルでこういうのがやりたいな。メンタル二人タックでグイーンと体力回復して、グイーンと経験点出す。わー、脆い邪魔。これデートしたかった。デート5回やんないといけないからね。大変だ。まあ、ただ、新島はね、デート確定の人なんで、それを考えるとありがたいですけどね。あー、でも2619。出てますね、間に合ってない割には。で、もちろんこっち行きまーすと。オッケー。よし、金徳は取れたよ。ナイスナイス。うん、まあここかな。バレンタインも体力マックスの状態だな。告白来ないな、ちょっと不安ですね。これは固め打ちは一応忘れるな、忘れるな、ちゃんと潰せ、ちゃんと潰せよ。ちゃんと潰せよ。こいつ固め打ち持ってないよな。降格。うーん、遅い。まあちょっとだけ可愛いから許す。新島はまあまあ可愛いから。小筆だったら許さん。小筆だったらマジでもう売却するわ、ゆえキャラボックスから。これ危ないな、監督いるから。さすがに小筆なら許さんが、まあ許してやろう。で、固め打ちもう潰すか、絶対そのうち来るよな。忘れ、まあでもあのイベントももう完走しそうっていうのもあるし難しいな。さすがにミートこんだけ上げてればイベント成功するでしょう。やばいな、技術やっぱ余るな。阿部ひじかどりできなかったの辛いかもしんない。で、できればチャンスのコツは来といてほしいっすね。オッケー、来た、ナイス。これでもう別に取れるんですよね。精神ポイント結構余るので。オッケーオッケー。精神ポイント結構余るから、これいいね。技術やっぱちょっと余るぞ、これ。さすがに打球伸びも直取りできてないし。まあ、しゃあないか。序盤で来ちゃったものは仕方ない。ミート S100 にする？S100 ルートだな、これ多分。まあまだいいか、まだ焦る必要はないか。で、一応潜水イベントを待ちたいっていうのもあるので、まあパワヒだけじゃあ取っていきますか。で、固め打ちはほんと忘れないように。あ、インコースも忘れそう。よし、行きましょう。あとはまあこれミート S90 まで上げてるんで、さすがに脆いもあいつも成功してくれるでしょ。あの二人経験点がかなり変わってくるので、そこはマストで成功してほしいですね。クリスマス間に合ってない分。さあ、二打席来たよ。ブン。まあクリスマス間に合ってないから代打の選手にするか。ちょっとそこはまあ迷いどころですね。最後までやってみて、経験点が足りそうならレギュラー狙ってもいいし、足りないならもう代打の選手にするし。さあ、成功してね、これはさすがに。よーし、オッケーオッケー。逆境もまだ来てなかったかな、今回は。うん、オッケー。オッケー、ナイス。うん、来
普通にイベキャラの方が片目打ち取ります。あ、よく気がついた。よく気がついたな。完全に忘れるとこだった。オッケー。ナイス。ナイス。そしてタクト絡め。ミート S100 だな、これは。よし、金徳もしっかり取れたと。ありがとう。おー、いいね、いいね、いいね。難しいんだよな、最初の方に打球伸びと阿部暇で直撮りしちゃうとミート上げられなくてイベントが失敗しますからね。はい、まあなんとかなるさ。よし、渋いデート。ただなるべく引っこ抜いておいた方が次のセクション伸びるので、まあなるべく引っこ抜きましょう。あ、このイベント遅いっすね。これ早めに起こった方が最大値が上がってサクセスが伸びるんですけどね。どうしようかな。それ全員監督派だったら言ってもいいんですけどね。もしくは、あ、悪球打ちはいらないぞ、これ。あ、取ったらいいのか、先に。なるほど、先に取ればいいんだ。悪球打ちを先に取って。で、そこ行きましょうか。よし、ナイスナイスナイス。これは、なんだ、上り上司ぐらいがいいか。よし、オッケーオッケーオッケー、ナイス。で、ここは競争心取りましょう。脆いが来ると嫌っていうのもあるんで、これはデートしておきましょうか。はい。デートにしましょう。まあ、あとチャンス欲しいですね。言ってもコツ1だとさすがに重いんで、取れるとは思いますが、できればもらいたい。あとデート3回なので、まあこの人デート確定なので、まあ7月に4回できるんでね、まあもう問題ないかな。出た出た、デートしたら怒ってくる監督。いいじゃん、基本的人権のもう侵害だからね。それはこれ微妙だよ、割と。体力減らす今。デートでもよかったかな。まあでも一応監督派しかいなかったので、出てますね、経験点はそれなりに。オッケーオッケー、いい感じ。最初のセクションがほんとうまくいってくれてよかった。もうあそこはね、ほんとに運でしかないので。青骨やっぱ追ってった方がいいか。行った24パー、行った行くか行くか。走塁骨来てないし、頼む。よし、走塁骨来い。そしてよーし、オッケー。もう一回来いよ、走塁は。さすがに便勝が足らないからね。おー、ナイス回復、ナイス回復、ナイス回復。うわあ、失敗した。これ成功失敗あるんだよな、意外と。デートしよう。ちょっと技術余るな、絶対これ。どうやってやっていくか。阿部ひば直撮りしたかったぜ。打球伸びもだぜ。よし、あとデート2回。で、体力回復量多いので、デート最後2回は。まあ、脆いでしょうね。
で走塁コツもらいましょう。悩んだ。打撃。筋トレ完走。うん、まあ脆いでしょうね。よし、ナイス走塁。でこっからは精神練習を選んでいくと。よし、これも完走した。あっといべは、あと雷が完走してないのかな、まだ。おお、脆い、すごいな、お前。脆いがすごいっすね。これどうやって技術さばくんだ、これ。オッケー。うん、まあまあだったでしょう。告白間に合わないかったけれども、お、オッケー。これも2回取れたし、なんか。あとは潜水イベントがまだ来てないので一応待ちましょう。はい。溢れないよね、まだ。まだ溢れないよね。まあ守備ちょっとだけ上げて試合を安定させましょう。オッケー。パワーもちょっとだけ上げてちょっと試合を安定させましょう。走力もちょっとだけ上げてちょっと試合を安定させましょう。よし。デート。で、あと1回か、デート。これで、よし、完走した。これはさすがにミート S100 なんでね、もうむしろ失敗するのかどうかがわからないレベル。よし、イベントは全完走。金徳も3つ3回取れたと。告白が間に合ってないだけですね、本当に。あと、まあ阿部ヒ打球伸びが両方コツ来ちゃったっていうのもあるけど、まあ技術多少余ったって、別にその余った分だけ経験点が減るだけでそう悪いことではないんで、いいんじゃないかな。まあまあいいんじゃないかな。まあ怪我もしてないですよね、多分今回は。一回 23% を攻めたぐらいで、危なかったのも。怪我もしてないので、サボり癖も不眠症も来てないと。だって一回青骨脆いなんて折っちゃえばね、140点入るわけですから。新島のクリスマスなんて何点だっていうところですよ。はい。そう。ポジティブに行きましょう、ポジティブに。よくマネージャーさんに言われるんで、ちょっと待って、渋いな。渋いな。これはポジティブにいけねえぞ。さすがに渋すぎるぞ。ただやっぱイベント詰まってるんですよね。あと3でも、あと4でもイベント完走するときは完走するんですけど、やっぱこうやって見ると結構イベントが詰まってるなっていう感じですよね。ちょっと待って、最後だよね、デート次が。ほら、まだイベント起こってるもん。潜水イベント待ってる。大丈夫だよね、溢れないよね。はい、ちょっと肩怖いな。45までは上げるか。行きましょう。お待たせいたしました。ワンアウトランナー一塁という場面で毛利投げました。打たない。ちょっと集中しますね。カラスマ意外と手強かったりするんで。よし、ブースラーとか変に手出してたらやばいよ。ブースラーなんてまず打たないから、普段慣れてないから。そう、こんなの打てない。しっかり集中してストレート、まあもしくはあのヘボいシュートのみ狙ってけ大丈夫。今みたいにシュートかなと思って右にちょっと構えといて、ヒュッ、これ右にちょっと構えといて、ヒュッ。お前、これに手出しちゃいかんよ。今日3打点を挙げています。投げた。ほら、打てそうと思って打つと内野ゴロになるのがこの縦スラ。ほら、こういうことでしょ。違う、違うから。今のは実践しただけだから。え、待って待って待って、負けるとやばい。今のは実践しただけだから。そう、僕が言ってることは正しいんですよと証明しても、まさに今 QED と書こうとしただけですから。やっていきましょう。
第3球を投げた。よしよしよし。いや、こんなので負けてたら本当笑い話になんねん。よし、ヒット10本も打たれてるな、おい。しっかりしろ、天城。やっていきましょう。よし、まあコツは来てなかったし。よし、OK、終わった。まあさすがにこれコツさん来るでしょう。ミート依存なんでね。僕は勝手にその数値がパーセンテージになると思ってるんで。100だったら 100% 成功でしょ。OK。潜水イベントは結局起こんなかった。そもそも。失敗成功じゃなくて、あれが来なかったね。あとはチャンスですね。ベーラン取る。広角取る。メッタ打ち取る。ミューコン取る。さよならも取ろう。満塁も取るか。守備職人。ほぐし銀。潰し忘れだ、それ。ラッキーボーイ、内角質だ、ささやき破り、競争心、おごり上司、盗塁アシスト。うわ、やばい、勝負し取れないかも。やばい、勝負しが取れない。いくらかかんだ、さ、やばっ。あ、ここまだコツが来るかもしれないんだ。とりあえずこれで、こっからどう振るかはまた考えます。チャンス来て、チャンス来て。うん、そんなに技術あんまり損もないな。パワーはもう一個上げれるよね、多分。ちょ待って、補給もあと5は上げたいし、言っても45で止めといたらよかったかな。頼むよ。この辺もあれなんですよね、盆栽サクセスでやった時に補給 A 勝負し取ってまだ余ってたんで。ただそこも本当に誰が青骨が発生してるかっていうところによって、誰そしてどこでモブメイトの場合はかなり違ってくるんで、何とも言えないんだよな。太平楽も、ただ告白間に合ってないとは言うども、まあまあいい感じにはなってる。コツもね、しっかり抑えられてますし、まあ風なぎのコツはあんま来てませんが、それ以外はしっかり来てるんでいいと思います。ちょ待って、ま、負けは良くない。本当に負けは良くない。よしよし、リードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で、もうこれは集中して全打席ホームラン打つのみ。これはいい当たりだ、いったー、入った入った。 OK、 これ精神ポイント入ってきてもいいな。どっちなんだ、コツ来てない方ってあるの。むしろコツが来てない方もないか。だったら攻略ポイント欲しいじゃん。こっちか。やばいなマジで精神ポイント。うわくっそ、総力さすがにもうワンランク上げれるでしょ。いやちょっとまあ置いときますか。行きましょう。お待たせいたしました。勝負師取って補給が65まで上がればとりあえずいいです、精神ポイントに関しては。そしたらもう何も文句はないです。第2球、待って、こいつもあんまり打てないな。そんなに打ってる印象ないぞ普段。フォーク投げるピッチャー全般嫌い、みんなか。よし、おい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 、怖い怖い。よーし、うわー怖っ。6回の裏、太平洋攻撃に入ります。この回のトップバッターはモーリー、今日3打点を挙げています。もうでもこちらとしてもホームランを打つしかやることがないですから、ね、よし、
うわ、来い。リードで迎える7回です。ワンアウトランナー、よーし、ツーシーム打てた。左のツーシームって北斗もそうなんですけど、すごい気持ち悪くて、なんかね。さあ最後メンタルダブルタックにコツが来て精神ポイントまで来るか、チャンスが来い来い、頼む。よし、まあ行きますか。大丈夫か、375入ってくる。エピローグ試合経験点、うわー、くそ。171、120、あ、大丈夫だね、入ってくるね、オッケー。試合にしっかり勝てば入ってくるはず。行ってみよう、行ってみよう。よし、行きましょう。これ勝たないとね、経験点かなり減るから。てか試合経験点マックスね、まずその前に。さあ集中、虹谷集中。これは打たないかな、さすがに。うー、打ってもよかった。よく待った。イエスイエスイエス、高須クリニック、高須クリニック、高須クリニック。イエス3回言ったんで、高須クリニックも3回言ってきました。この回の先頭バッターはモーリー。第2球投げました。うーん、やっぱむずいな、結構スライダー。第3球を投げました。これは打たない、さすがにこれ打てないかな。追い込まれました。次は4球目投げた。打球伸びついてるからこれは入るでしょう。よしよし。6回の裏、太平楽攻撃に入ります。この回のトップバッターはモーリー。今日2打点を挙げています。投げた。シュートも持ってるよね、この人。第3球を投げた。この辺はちょっとむずいな、やっぱり。次は4球目投げた。わー、ストレートか、それスライダーじゃないんかい。投げた。あ、ストレートか、オッケー。よく合わせた、よく合わせた、スライダーだと思ってた。よしよし、これ打ったらもうほぼ勝ち、これ打ったらほぼ勝ち。よく見た、家政婦の見た、視聴率 40%。 危ない球。本田美優ちゃんみたいな娘が欲しい、それが将来の夢です。やっていきましょう。今のやっていきましょうはダブルの意味ですね。何でもありません。ちょっと、おいおい、ふざけんなよ。よし、勝った、経験でマックス。いやー、告白間に合ってれば神作でセンスとか引いてれば、まあ SS っすね、間違いない。告白間に合ってセンス引いてれば、あ、てか告白間に合うともセンス引いてれば SS いったか、これくらいできてれば。センスが全てみたいなとこある。あ、そっか。あ、さっき僕頭の中の計算でこのスカウトの点入れてなかったんで、精神ポイント大丈夫っすね。余裕だわ。スカウトの点入れてなかった。オッケー。さあ、いくら経験点出たの？クリスマス間に合ってれば9000点ぐらいか。まあ本当に十分経験点は出ましたね。オッケー、勝負し取って、補給を65と。オッケー、有言実行。で、これを代打の選手にするか、何の選手にするかっていうところですよ、こっから。まあ、技術が余ることはねえですわ、これ。うん。こう取りますわ、まず。これ取りますわ。やっぱでも告白も間に合ってないし、センスも引いてないって考えると、やっぱ代打の選手かな、これは。代打の選手かな。まあ、代打とはいえどもね。そのまま守備につくこともあるから、もうちょっと守備上げたいな。ちょっとこれだから総力はやめよう。あー、でも補給がないのか、そもそも。あー、補給じゃない、精神ポイントがないんだ。あー、ローハイぐらいは取れる、ローハイぐらいは取れるけど、だったらこれ技術を要は一番消費したいわけですよね。今技術を一番消費したいわけでない、そんなものは。あ、ぎ、あった、あった。まあこれかな、こうだな。
こうだな。おお、 S 級いったか。マジか。まあこれはレフトで使ってもいいし、将来的には代打で使ってもいいしっていう形ですね。はい。いやでもよく頑張ったでしょ。うん。クリスマスは間に合わないし、最初のセクション本当にちょうど半分ずつになってっていうところから考えるとよく伸ばせたと思います。立ち回りはまあこんな感じでいいんでしょうね。まあ技術も最後余ってはないんで、まあ多少ね調整はしましたが、阿部日ぐらいを直取りできてればっていう感じでしたね。はい。いやー、太平楽いいっすね、やっぱりこれは。うん、かなり伸ばせるなーと思いましたね。ただの天才で、クリスマス間に合ってなくてここまでできるのであれば、いいですね。まだ何週間かあるんですけど、天才の入部届はあと1枚しかないので、やっぱ投手で使うのはちゃうな。うん、投手で使うのはちゃうな。もう一個デッキをお試したいのがあるので、それ試してみてから、ちょっといろいろ考えます。はい。もう一枚はちょっと大事に使いたいなと思います。まあ、ひとまずでも、なんとかね、頑張った形にはなったんじゃないでしょうか。というわけで、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、今後もサクセス動画楽しみにしてるよ。もうちょっとの大平楽期間頑張れっていう方、ぜひグッドボタン押していっていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。